札幌の初夏を彩るよさこいソーラン祭りの組織委員会は11日、33回目となる今年の開催概要を発表した。期間は6月5から9日の5日間で、昨年より2つ多い市内15会場で行われる。より地域に愛される祭りを目指していこうと、今年はチームの活動を称える地域貢献賞を新設した。地域貢献賞は、にぎわい創出賞、普及振興賞、社会福祉賞、都ドック電力賞、環境保全、4部門があり、演舞審査とは関係なく、各部門1から2チームを書類選考する。受賞した一部チームは、大通公園西8丁目会場のメインステージで演舞できる。組織委は、祭りを未来につないでいくための取り組み、として、昨年から演舞の審査にも、地域貢献点を取り入れている。昨年より17チーム多い約255チームの参加を予定しており、コロナ禍で交流が途絶えていた台湾のチームが5年ぶりに出場する。同じくコロナ禍のため休止していた札幌ガーデンパーク会場も5年ぶりに復活する。チケットは今月21日から発売される。問い合わせは実行委員会。